ウォールドはフィンランドのヘルシンキで創業したフードデリバリーアプリを開発するテクノロジー企業。ユーザーがアプリを通して飲食店から食事を注文できるプラットフォームを提供する。食事の受け取り方法はテイクアウトか配達員による配達から選択できる。2020年1月時点で700名の従業員を抱え20カ国の70を超える都市で事業を展開している。 ヘルシンキ、ストックホルム、コペンハーゲン、プラハ、オスロ、トビリシ、アテネ、ザグレブ、アルマトイ、テルアビブなどが主な展開都市である。ウォールトのアプリは6000店の飲食店、12000人の配達員、300万人のユーザーが登録しており、ユーザー向けアプリは2019年9月23日時点で、アップストアで5点中4.8点。 Google Play では5点中4.6点をつけ、フードドリンク部門で1位となっている。ウォールトは2019年6月に1.5億ユーロの出資を受けたと発表した。アイコニックキャピタル、ハイランドヨーロッパ、83ノース、ビークとベンチャーズ、インベンチャー、ライフラインベンチャーズ、スーパーセルの創業者兼 CEO のイルカ・パーナゲン、シア・ノキアの会長リスト・シーロスマシなどが出資している。 2020年10月にレディバィーヒーローの共同創業者、ルカシュガドースキが750万ユーロを出資した。2020年3月のサービス提供開始以降、各地に進出している。2021年7月から放映。ありがとうございます。